にちは、新種読書会の宮沢です。今日も純粋理性批判の続きの解説をしてきます。今日は2019年の1月20日です。メルマガ登録募集してます。よろしければご登録ください。あとアマゾン楽天のリンクが貼ったんで、一回踏んでいただいてお買い物していただきますと当読書会に紹介料が入ります。ご協力ください。では続きを読んでいきます。チャンネル登録、グッドボタンもご協力ください。48ページですね、上巻。この刑事上学はぜひとも独断的に、また極めて厳しい要求に従って、体系的にそれだから、また厳密に学的に、通俗的にでなく成就されなければならない。かかる刑事上学はあくまでアプリオリに従って自然的理性を十分に満足させるようにその仕事を遂行することを訳している。そこでかかる厳しい要求がこの学に課せられざるを得ないのであるということです。前もって理性自身の能力を批判しなきゃいけないってことを前回お話ししました。我々が何を認識できるかっていうところから考えないと、独断論になっちゃうと。自分の認識能力を超えたものを、振り回して物事を説明するようになると、物事って現象を説明するようになるってことですね。でそういうことやってると懐疑論につけ込まれると、それは独断論というか自分で、思い込みで全部説明すればですよ。陰謀論みたいなもんですよ。陰謀論なんか独断論ですから。思い込みで全部説明してると。何でもディープステートのせいだっていうわけですよ。ディープステートとグローバリストのせいだって、何でもディープステートとグローバリストのせいなんですけども。あと会議論は全部疑うってことですね。会議論も言ってみれば会議っていう意味での独断論なんですけども。全部疑うと。反知性主義みたいな、陰謀論も反知性主義も同じようなもんですけども、自分の頭のてめえに理性があるのかよく検討しろと、あるいは自分の認識能力はどこまでのもんだか、まずもって批判しろと。まず自分のボキャブラリーの少なさに気づけとかね、ありますけども、人の意見を自分の意見のように語ってるだけじゃねえかとか、そういう態度で生きてて、なんで世の中のことわかんだとかね。いろいろな、認識能力に対する批判ですよね。自分の言葉で喋ってんのかと。自分で考えたのかと。自分の認識能力ってものを、活用して、自分の考えまとめてんのかってことですね。人の受け売りみたいなことは誰でも言えるわけじゃないですか。だけど受け売りだけ喋ってる学問じゃないと、それは通俗的な話であって、世間話に過ぎないと。厳密に学問的になるには、まずは、厳しい要求が必要だと。その厳しい要求ってのは、自分の理性を批判することから始めようってことですね。認識力の批判からやんなきゃいけないってことですよ。で続きです。それだから批判の支持するこの計画を遂行するにあたっては、還元すれば将来組織去るべき刑事上学の体系においては、我々は高名なボルフ、およそ独断論的哲学者のうちで最も偉大なこの哲学者がかつて採用したところの厳密な方法に従わなければならないということです。理性の批判をやっに理性の批判まではいかないけど、厳密な刑事上学をやろうとした人がいると、それはボルフって人だぞ。ボルフって人はいいんですね。ライプニッツ、ボルフ、カントって人たちは、刑事上学に新たな流れを作ったらしいんですけど、何をやったかというと続きですね。彼は原理を法則に従って確立すること、概念を明晰に規定すること、証明を厳密に検討すること、推論における大胆な飛躍を防止すること等によって、学としての堅実な道が開かれるという実例を示した最初の人である。また彼はこの実例によってドイツにおいて今に至るまでなお消滅せずにいる徹底性の精神の創始者となったということです。ボルフっていう人は法則に従って原理を確立する、概念を明晰に規定する、
証明を厳密に検討する、推論における大胆な飛躍を防止する、まあ、数学とか物理で、まあ、数学ですよね、数学でやってるような手続きを使って、哲学をするってことをやり始めた人ですね。まあライプニッツもやってるそうなんですけど、ボルフって人はとりわけライプニッツとカントの間にあって哲学をより厳密なものにしようとしたと。単なる独断論とか会議論の範疇に陥らない普遍的な、数学みたいに普遍的な学問に哲学をより近づけようとした。まあ、数学とか数学を作った物理とかみたいですよ。でその学としての堅実な道を開かれるという、まあ、哲学でもできるという実例を最初に示した人だって言ってるんですね、これね。で続きです。さればこそ、また彼は形而上学という学をかかる優れた状態に据えるのに特に適していた。しかし彼は道具の批判によって、歓迎すれば純粋理性そのものを批判することによって、あらかじめこの学の領域を整理しておくことに思い及ばなかった。まあ、ボルフの残念なのは、まあ、所詮やっぱ独断論的哲学者だと。自分の理性がどこまでのことを認識できるかなんていう理性批判は思いも及ばなかったと。その点では、世界で初めて理性批判をしたのは俺だ俺だってことですね。認識能力がどこまでのことを、人間の理性や母性がどこまでのことを認識できるかっていう一番根本的なことをやったのはこのカント様であると。だからまあカント以後って言われるわけですね。近代哲学は、まあ私もね、読んでみてわかりましたよ。カントっていうのは近代哲学の最初の人だと思いますよ。それ以前の哲学って結構曖昧ですよ、やってることはね。カント以降の哲学っていうのは何ですかね、やっぱカントを踏まえてるっていうか、理性がどれだけの認識ができるかってことを言ってますね。まあちょっと私最近日本の人が書いたドゥルーズの本ちょっと本屋で立ち読みしたんですけども、まあドゥルーズはベルグソンについて言ってる、純粋持続について。純粋持続ってのはサイだっていうんですね。サイっていうのはディフェランスっていうんですかね、なんかディフェランスじゃないか、差異だから、物事のなんか微妙な差異ってものが純粋持続を構成していると、って言うんですよ。でもまあカントの理性批判というのは、まあ、その初めですよね。あの認識能力がどこまでの差異を認識できるかってことですね。理性ってものが捉えられる差異があるっていうことですよ。まあ、どこまでのことを認識できるかっていうことを言い換えれば、どこまでの差異のことを見分けられるかと。その差異、微妙な差がですよ。微妙な差で織りなされてるのが、まあ音符と、音と音の間みたいなもんですよ。音符がありますよね。まあ光の強さとか、まあ、何ですか。まあ音で言えば音の波の波長の高い低いとかね、あるんだと思うんですけども。それ差でできてるわけです。全部が差でできてるってことを言い出したわけですよね、どっかで。20世紀の哲学っていうのは、その差の微妙なバランスが、それが塊となってると、まあ、純粋持続みたいなものになってると。純粋持続って何かっていうと、だから人間の精神のこう中に純粋持続ってあると。多くそのなんだろう、まあ相対性理論みたいなもんだって、よく私も相対性理論のことは分かんないです。光っていうのは物質であり、あの波であり差異であるってことですよね。そういうことを20世紀になってその言い出したわけですね、物理もね、量子力学とか。それと一緒に人間の精神っていうのは何かの差でできてるんだと。その差ものがあるわけじゃないんだと。なんか波みたいなグルーブっていうか、グルーブっていうのもそうですね。グルーブっていうのは差異なわけですね。ちょっとした音のズレですよね。そのちょっとした音のズレによってオリジナリティとか個性とか、まあ、よく独特のグルーブとか言いますけども、グルーブって差異ですよね。純粋持続も差異でできてる、グルーブ感みたいなもんだと。でもそのグルーブ感っていうのを認識できる人間の能力があるんだと。それは語性とか理性は、まあ、語性で捉えられるグルーブと理性で捉えられるグルーブは違うんだと。そういうことを
まあ、大元人気はカントが最初にそういうことを言い出したわけですね。だからカントが言ったことをただベルクソンとかドゥルーズとかまた言い換えてる、まあ、もうちょっと細かくやってるだけなんだと思うんですよ、おそらくね。で、なんでそんなことをいちいちそんなグルーヴだとか言わなきゃいけないのかっていうと、人間は映画を見たり音楽を聴いたりすると感動するわけですよ。鳥肌立ったり。で、なんで鳥肌立つか分かんないじゃないですか。それは根本的にはグルーヴがあるんだと。映画の映像には光と影でできてるグルーヴがあると。まあ絵画もそうですね。で、音楽、まあダンスは人の動きに関するグルーヴがあると。グルーヴとサイって言って言えばサイがあるの。全部がサイでできてるんだと。サイってものを概念を持って、現象を説明していくことができるわけですよね。それは映画批評とか音楽批評とか、ダンスの批評とか、まあそういうものに言葉で説明するとなると、そのグルーヴとかサイとか、まあだって人間の罪っていう意識だってサイなわけですね。なんていうか、そのキリスト教の十字架ってのもサイですよ、言ってみればね。十字架っていう、なんかあの物語の中でイエス・キリストが貼り付けにされたっていう、それは人間の現在あがなって、それ以降の人は悔い改めればいいと。悔い改めるってことも、ある種の人間のグルーヴ感の、心のモヤモヤしてるのを罪って名付けて現在があるんだと。それ以前の神との人間との物語があるんだと。アダムとイブが、まあ、知恵の実食ったのが現在なんだっていうのは、まあ、キリスト教的な考え方ですね。まあ、それはキリスト教が見つけたグルーヴ感ですよね。ユダヤ教は別に知恵の実食ったから現在だなんて言わないんですよ。だけど、あのキリスト教だけはそれが現在だと。それをあがなったのはイエス・キリストなんだと。で、十字架にかかって死んだんだと。その後の人は悔い改めりゃいいんだってパウロが言い出したと。まあ、ざっくりや、そうですね。単純化すればそうなんですけど、厳密には違うかもしれないですけど、まあそういう、一つの知恵の実食ったっていうグルーヴ感のバリエーションですよね。それを後付けでグルーヴ感変えてるのが宗教だって、やそういう説明になっちゃうわけですよね。20世紀でサイだ、サイっていう、サイと反復とかね、ドゥルーズの本ありますけども、そういうこと言ってんだと思うんですよ、おそらくね。でそういうこと言い出したのは、まあもともと、まあカント以前の人も言ってたんだけど、カントが人間の認識能力ってのは差異が分かるってことですね。それは五性で見つけられる差異もあるし、それは数とか量とか、あの様態とか、関係性とかっていうのは、まあ五性で捉えられる差異だと。まあ、それとともに、人間が経験できなくても分かるのは神とか自由とか、魂の不死っていう、こういうグルーヴもあると。差異です。あれも差異だと。神と魂の不死と自由が根本において何が違うのかって言えば、まあ、人間の経験できないもんですね。で、経験できないもので3つのパターンがあると。それが再化されてんだと、いうこと言った、だと思うんですよ、私。ざっくり言えばですよ。で、それを、そういうふうに考え出したのは、それを、その、ちゃんと厳密に、こうやって、三大批判書って形で書いたのは、まあ、カントが最初だったと、いうことですね。だけど、ボルフっていう人もそれをやろうとしたと。だけど、ボルフは、純粋理性そのものの批判によって、あらかじめこの学の領域を整理していくことに思いは及ばなかったと。ちょっとセンスが悪かったと、サイに対する。俺のがいいんだって言ってるんですね、これね。で、続きです。だが、この結果はボルフ自身の所意であるよりも、むしろ当時の独断論的な考え方に着せられるべきである。なお、これについては、彼と同時代の哲学者も、またその前のあらゆる時代の哲学者も互いに非難し合うわけにいかないのである。ボルフの学的方法のみならず、それと同時に純粋理性批判の方法をも否認する人たちは、およそ学問に特有な法則をすべて振り捨て、仕事を遊びに変え、確実な認識をあやふやな憶見に、またフィロソフィー、愛知哲学を、フィロソドキシー、愛説、その場にいる限りの意見に対する愛に返じることのみを念としているのであるということです。なんでボルフは純粋理性批判にいかなかったかっていうと、まあ時代的な限界があったってことですよね。カントの時代になってようやくその産業革命とかですよ。あるいはそのフランス革命とか、
人間の認識能力が徹底的に転換されるような、まあ、経済的な、まあ、とりあえずブルジョアが出てくるってきたってことですね。商人階級が政治力を持ち出して、それは産業革命、生産能力が急に増大して近代に入っていったと。株構造の問題ですね。経済的な問題が急に社会構造を変え始めたと。でこういう時代に来た人は純粋理性をするようになったんですよ。おそらくね。人間の認識能力そのものを問題にできるようになったんで、ボルフとかライプニッツの時はまだそんな封建時代ですから、その根本的に社会体制そのものを疑うようなエネルギーがまだ社会になかったんですね。だけど、カントの時代は啓蒙主義も終わって革命だとか、まあ、政治的な革命ですよね。大革命。フランスの大革命とか、まあ、あるいはその産業革命ですね。生産力の増大ですよ。まあ、蒸気機関はまだ出てきてないか。なんかだから、人を組織化して労働者が出てきてですよ。で、工場で働いて、その分業体制を作って、商品を生産するってことができるようになってきたわけですね。それは、その人間のテクノロジーの進化によって、まあ、おそらく社会構造が変わったと。そうすると哲学も、それにつれて純粋理性批判という方法が、おっぴらにできるようになったと。いうことですね。だから、その時代的な限界だったんだと、ボルフが、その、純粋理性批判に至りつかなかったのは。で、私の言ってる純粋理性批判の方法を否認する人たちは、ただ遊んでるだけだと。あやふやな奥見ですね。奥見っていうのは、読者っていうんですかね。なんとなくいいじゃん、みたいな。これなんとなくいいじゃんって言って、これなんとなくいいじゃんを、ちゃんとどこまでのものはいいとか悪いとか認識できるんだとかいう話を、厳密にやるとしたらやんなきゃいけないのに、なんかいいじゃんって言って、いいね、いいねって言って、いいね、いいねって言ってるだけの、まあそれをフィロソドキシって言ってるんだと思いますけど、その場限りの意見に対する愛だと。こういうことばっかやってる人が多いけども、それはまだ哲学になってないと。哲学っていうのは、学問に、まあ、法則があると。その法則っていうのはさっき言った、原理を法則に従って確立するとか、概念を明晰に規定するとか、証明を厳密に検討するとか、推論における大胆な飛躍を防止するとか、まあ、科学的な手続きを踏んだ上で哲学をやるっていうことを、まあ、自分はやると。それじゃないと学問になんないと、哲学って。ただ愛好家のいいねいいねって言って、お互いなんか居酒屋談義に終わっちゃうと。居酒屋談義程度のものが哲学で今まで良かったけども、これからの哲学は純粋理性批判から始めて、あらゆる学の根本的な学、人間の認識能力の批判から始まって、まあその全ての学問ですね、そういうものを、まあ、学問って科学ですよね。サイエンスをもう全部、土台から、まあもっとしっかりすると、基礎工事をもっとね、基礎工事の杭を30メートルまでぐらいまで深く打つと。今までの人は土台、基礎工事しないで、いいね、いいねって言って、その場のフィーリングで盛り上がって、哲学やってたけども、今後はちゃんと土台を純粋理性批判って形で土台の杭打ちをして、そこから上に作っていきましょうよと。で、ボルフですらそれはできなかったけど、やろうとして、まあ、10メートルぐらい杭打ったんだけど、それでもその彼だって純粋理性そのものの批判までいかなかったと。あ、俺はそれをやるんだと。で、それをやる本がこの純粋理性批判って本なんだってことを、これ序文で書いてるんですね、これね。ということになります。ということでした。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。